こんにちは、武蔵です。今回は、質問をお受けしたので、そのことについてお答えしていきたいなと思います。今回受けた質問は、お守りを買うタイミングは、参拝の前に買う方がいいのか後に買う方がいいのかっていう質問と、お賽銭はいくら入れたらいいですかっていう質問を受けたので、そのことについてお答えしていきたいなと思います。よろしくお願いします。まずお守りに関してですが、諸説ありますね。その参拝に上がった神社が、自分にとってとても心地よく感じて、なんか相性が良かったなって思う神社に関しては、ここのなんか神社を、思い出として、またこうあそこの神社良かったなってこうお守り見返した時に、その、境内の雰囲気だったり、その、手を合わせた時の感覚をまたいつでもこう思い出したいなっていう意味で、お守りっていうのをお受けする方も多いと思うんですけど、じゃあそれをいつ買ったらいいのかっていうのがあって、一般的にあるのが、まず先に参拝しましょうって言って、手を合わせて、それから、お守りを、授与所で、お受けするっていうのが、一般的な感覚ですが、僕の場合ですけど、初めて行く神社に関しては先に買ったりっていうのはあんまないんですけど、2回目とか3回目に参拝に上がる神社で、そういえばあそこの神社は、お札はお受けしたけどお守りはまだ持ってないなっていう場合が、以前あって、その時は、もう初めてじゃなかったんで、先に授与所に行って、お守りをお受けして、でそのお守りを持って、その、神社の拝殿、その場合は、神社 そのご本殿ではなくて、僕、拙者ですね、拙者の方の、お社に、ご縁があったというか、ご用事があったので、その拙者の方の、神様のお守りを受けして、そのお守りをそこに持ってって、神様にちょっと波動を濃いめに強く入れといてくださいっていうことをお願いして、でそのお守りを持って帰るっていうのが、僕の一般的なやり方なんですけど、別にこれ初めて参拝に上がる神社で、事前情報でそこの神社をどれぐらい知ってるかっていうのと、たまたま通りすがりで行って、いきなりその、参拝もしないで、授与所に行ってお守り買うっていうのはなかなか考えづらいので、もともと知っている神社に関しては、なんか先に授与所に行ってお守りとかお札をお受けするのはありなんじゃないかなとは思いますね。であとはその順番としては、その参拝が終わった後に、ここはやっぱり良かったなっていうことでお守りをお受けするとき、当然僕もあるんで、参拝後に、授与所に行って、お守りをお受けします。でやっぱりそれも、そのまま帰るんじゃなくて、僕だったらもう一回その買ったお守りの神様がいらっしゃる、その拝殿なのか、それとも拙者の方の神様なのかによりますけど、そこのお社のところに、やっぱ買ったお守りっていうのは持ってった方がいいですね。でそこの神様に、お守りかざして、祝詞唱えるなり、おみき出すなりして、神様に、今日は参拝に上がらせていただきましてありがとうございますと。で、神様の、この波動をちょっとでも、強く持ち帰りたいなと思うので、お守りに波動を少しだけ強めに、入れておいてくださいっていうことをお願いすれば、聞いてくださる神様はそれで波動強めに入れてくださるんで、そういう感じで僕の場合はお守りはお受けしてますね。それをやるとお守りとか、お札もそうですけど、どういうメリットがあるのかっていうのは、ここで喋っちゃうとなんか別の話になっちゃうんで、どっかでも話したかな、そういう内容は。とりあえず神様の波動が濃いめに入ってるお守りとかこういうお札っていうのがあると、神様がそこをめがけて、飛んできてくださいます。それは眷属を使って見回りに来ることもあれば、もうこっちがピンチで SOS 出して、もうお守り握りしめて助けてくださいって言えば、眷属か神様も直接すぐ飛んできてくださるんで、という意味でお守りとかお札っていうのは、かなり重要な役割をしているんじゃないかなとは思います。お守りに関してはこう持ち歩けるものなんで、緊急時の、なんていうんですかね、トランシーバーというか受信機みたいな感じですよね、が、神様に届くみたいな感じだと思ってもらったらいいかなと思います。もう一個あった質問で、お賽銭に関していくらがいいのかっていうのは、もうこれ本当人それぞれなんで自由でいいんじゃないかなって思うんですけど、僕の場合は一時期、10円玉をなんか、奇数枚がいいって聞いたんで、なんかその3枚入れる、つまり30円を入れるのがいいんじゃないかっていうのがあって、一時ハマってその30円入れたりしてましたし、
まあ、どうしてもない時はその1円とか5円使っちゃう時もありましたけど、まあ、でも1円とか5円を神社に入れてしまうと、神社側のその、まあ、僕裏方やってたんで分かるんですけど、お賽銭を両替するのに、まあ、銀行だったりその農協を持っていくと手数料がすごいかかっちゃうんですよ。で1円とか5円っていうのを両替すると逆に赤字になっちゃうんで、あんまりできればそれだったら入れない方がいいかなって僕は思ってるんで、まあないよりはあった方がいいってことで、まあ、5円玉たまに入れるのは仕方ないと思うんですけど、毎回5円とかちょっと1円入れちゃうと神社側のその手数料がかかっちゃうんで、それはちょっとかわいそうだなと思うんで、まあ、最低でも10円とかがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、あとはここの神様が好きだなって、まあ、ちょっと気持ち多めに入れようと思ったら、まあ、50円玉入れるのもいいと思うし、あもう今日はちょっと奮発して100円入れよう、あるいはもうここちょっと願掛けしたいから、まあ、500円玉入れようっていうのでもいいと思うし、でも本格的に願掛けするんだったら、まあ、僕だったらあの1000円もちろん入れたこともありますし、人によってはその1万円札入れる方もいらっしゃいます。思い入れのある神社であれば、まあ、その1000円とか1万円あるいはその5000円っていうのを入れるのも全然いいと思います。うん、特にその神様に対して願掛けするのに、なんか、まあ、神様は別にお金で僕は動くわけじゃないと思うんですけど、ただその自分より格上の存在になんかお願いするのに、その100円とか10円でお願いするのってそれはちょっとないだろうって僕の中ではあるんで、本格的な願掛けするんだったら、まあね、礼儀として500円1000円あるいは2、3000円入れるっていうのがいいと思うし、これ場合によってはなんか人に頼んで1万円じゃ払って人が自分のお願い事叶えてくれるかっていったら、なかなか人じゃ叶えれないあのお願い事ってあるじゃないですか。まあ、その場合だったら神様に、ね、1000円2000円って、まあ、お気持ちで入れるのもいいと思うし、まあ、その時お金がなかったら願掛けするのに、まあ、例えば100円玉でもいいと思うんですよ。であと叶えてもらったりなんかきっかけいただいたら、ちゃんとお礼参りであのお酒奉納したりとか、その一升瓶2本買っていくなり、まあ、パックのやつでもいいんですけど 1.8 リットルのパックのお酒2本奉納したりとか、まあ、それも、ね、金銭的な事情がいろいろあるんで難しいと思う方は、まあねまあ、僕がいつも持ち歩いてるお酒の、 あのちっちゃいやつですね、あのおちょこがついてるあれであのおみきお供えして、でお団子かなんか買ってってお供えして、この前はありがとうございましたってあの、まあ、お礼参りっていうのは必ずした方がいいんで、まあ、そういう感じでお賽銭と向き合ったらいいんじゃないかなと思うんですけど、で結局いくらじゃあ入れるのがいいのかって言ったら、それはもちろん50円とか100円玉の方が神社側としてはその両替の手数料とか、あとまあ何だろう、神社によってはそういうのは何だ、大晦日とかあの元旦の時のあのね社務所というか事務所がすごい賑わったりするんで、そういう時 の, あのお釣りであの効果ってすごいたくさんいるわけですよ、100円玉とか、まあ、そういうのを考えると100円とか50円入れてあげるといいんじゃないかなっていう気もしますけど、うん、まあでも神社行くのに毎回100円50円をいろんなお社にいっぱい入れるのは厳しいっていう方は、僕はまあ別に10円玉でいいんじゃないかなとは思いますね。ただ気持ち多く入れるんだったら20円とか30円入れてあげた方が、まあ神様的にも嬉しいだろうし、まあ参拝する側も気持ちが入りやすいですよね。だとそのある方がその1万円札をお賽銭箱に入れてお願い事すると、なんかパラレルワールドが移行するっていうちょっと不思議なことを言って言ってる方がいらっしゃって、確かに1万円入れてなんか願掛けしたらすごい叶いそうな気はするんですけど、なんかでもちょっと待ってくれと思ったんですよ。それはまあやりたい人はもちろんやって全然いいと思うんですけど、僕そもそも思ったのはそのお賽銭はやっぱりその効果を入れた方が音がこうカランって言うじゃないですか。あの音がやっぱり気持ちよくてこうなんかこう気持ちが入るんですけど、なんかねお札とか1000円あの何回か入れたことあるんですけど、音がなんかスッって言うんで、まあ、気持ちいいっていう人もいるかもしれないんですけど、僕はその1000円札とかよりはまあ10円100円50円、まあ、あるいはその500円とかだったら大きいんであの音が大きめになりますよね、チャリンってこう落ちた時の。なのでそのお賽銭っていうのはまあその自分 の, その役を落とすためとかね、それになんかこう自分のまあ言ったらその横島の役とかそういう持っている邪気とかそう気を払うためにまあお賽銭を入れるっていう、まあそういうことを唱える方もいらっしゃいますし、まあいろんな解釈あっていいと思うんですけど、まあまあ気持ち乗せるためとか自分のこう持ってきた日々の罪汚れをまあ払ってもらうっていう意味でこうお金を入れてまあ落としてもらうでお願いして、まあ、ありがとうございますって感謝を伝えたら、まあ、神様がちょっとしたもの汚れだったら、まあ、あの落としてくれるので、まあ、欲にまみれたこう願掛けはどうかなっていうのは個人的にはあるんですけど、まあ、でも神様によっては願掛けする方が喜んでくれる神様、まあ、僕が大好きなこのお稲荷様とかは願掛けあの どんどん しまくってあげた方が喜ばれるんで、うん、がいいと思いますね。もちろんお礼参りはセットですけど、
まあ、そんな感じでちょっとつらつらと長く語っちゃったんですけど、あのお賽銭はやっぱまあ気持ちなので、あの無理して高い金額入れるものじゃないです。自分のその経済状況に合ったお賽銭っていうのがあるんで、まあ1円とか5円っていうのはちょっと省いて、まあ10円からできれば50円100円、まあ人によっては500円で、まあね、お世話になってる神社やったら1000円入れたい人は入れたらいいし、あのお札で1万円入れたい人は入れてもいいと思うけど、ただ1万円とかお賽銭箱に入れるんだったら、ご祈祷を受けて直接あのその、ね、神社側にお金払った方が僕はいいんじゃないかなって思います。その方があのお札とかあの お下がり の, あの、ね、おみきだとかお塩もいただけたりできるんで、うん、まあそのお賽銭とどう向き合うかっていうのもあるんですけど、まあ僕は効果、あのこういう効果の方がいいと思います。で、あとお守りは、冒頭お伝えした通りで、お参りの前にお受けしてもいいし、後でもいいけど、その神様がいらっしゃるご本殿、あるいはその拙者の神様のところに買った同じお守りのそのいらっしゃる神様のところに、持ってって挨拶した方が、波動が入りやすいんで、波動どう入れるかっていうのはまたあの聞いてくださったら、あのやり方は教えますんで、そんな感じで今回は終わりたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼します。